ブレイジングシックスガンズ、総監号、1958年ガンマンは、アメリカの西部開拓時代に活躍した銃器に熟練した保安官やカウボーイそして流浪者などを言う。アメリカでは、一般的にガンファイター、またはガンスリンガーと呼ばれ、ガンマンは銃を持った悪党の意味が強い。ほとんどは、殺人、強盗、窃盗などを常習とする犯罪者やギャンブラーのような、 遊び人だった。言語では男性のみを指す単語ではなく、講義では女性も含まれる。19世紀後半から20世紀初頭にかけ、アメリカで出版されたダイムノベルに多くのガンマンがヒーローとして描かれて読者に支持された。上、20世紀に入るとガンマンを主人公にした映画やテレビドラマが大量に制作され、世界各国に配給されて、 多くのヒット作を残したことから、個々の名が世間に知られるようになった。フロンティアの消滅と共にガンマンは伝説化し、現代ではアメリカ人の教習を呼び起こす存在の一つになっている。以上の三人は、荒野の決闘の登場人物。以上の二人は、明日に向かって撃て、の登場人物。注釈、ありがとうございます。